はい、キャプテンコーチでーす。おはようございます。僕はね、朝、8時から深層深入り虎ノ門ニュースを、毎日見ております。こんな感じでね。それではね、ただいまの時刻ですけれども、2019年、7月の18日朝の10時10分になります。こんな感じでね。そしてね、今ね、たった今ね、先日、ヤフオクで落札した、送信機ね、ラジコンの送信機と受信機とサーボかな。送信機と受信機とサーボやね、が届きましたので、今から開封してみたいと思います。早速ね。ちょっと開けてみますよ。ほぼ新品ですね。ほぼ新品だということで、即決価格でね、3000円で、落札して、送料がかかってますかな。3000円やから4000いくらかな。5000円近くね。5000円近くの商品になります。ちょっと待ってね。椅子下げて、見やすい位置で。このプチプチにくるんでね、来てくれましたね。これは嬉しいですね。これ、僕、使ってるんで、使えるんで。ちょっと綺麗に剥がしたいと思うんですけど、ね、ちょっとやめてください。はい、プチプチを取ってね、中身を見ていきましょう。こんな感じで、アタック2ER、双葉のね、これ僕持ってるんですけどね、プロポの方は持ってるんですが、後ろのね、蓋が取れてるんで、持ってるのは持ってるんですけども、使ってはいません。蓋が、後ろの電池ボックスの蓋がね、取れてますので、はい、開けて出していきましょう。ちょっとね、結構古い感じですね。やっぱり蓋はね、外箱はね、ちょっとね、古い感じですよ。はい、こんな感じです。そしてクリスタルはついてないけど、蓋ありますね。これ蓋があればね、いいんですが、ちょっと待ってね。これは、蓋は、どんな感じで閉まる？これ蓋は取りやすくなってるんやね。電池入れて閉まるのは閉まります。はい。懐かしいですね。こんな感じで。懐かしい感じですね。ちゃんとね、設定もできますし。でもあれやな、できますね、これもね。右、左。リバース。エンジンのあれはできないかな。エンジンのスロットルの調整はできないかな。わからないけどもね。まあ、いいでしょう。そしてこれがクリスタルの双葉の、受信機ね。一応ね、動作確認してから、ちょっとね、受け取りをしたいと思います。受け取りのね、ボタンをね、押したいと思います。壊れてたらね、もうダメなんで、一応ね、動くかどうかの確認をしましょう。ね。まあ大丈夫だろうとは思いますが、一応ね、わからないんでね、怪しいのでね、双葉の S3003 ですね。これでもう大丈夫ですね。で、受信機もね、このね、あれで止められてるんで、もう全く使ってないのかなと思いますけれども、まあ、受信機、サーボ動かなければ、もう買った意味がないんでね。この点は後でまた
確認したいと思います。今から確認しに行きましょうかね。早速、はい、それではね、この辺でちょっと止めますね。よろしくお願いいたします。